いやちょっと待ってよ、目の前におるやつ見えんの君。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ん、どれ、どこ、ほん、そこ、お、あそこの地面の岩が光ってるぜ。よし、アイナ、俺についてこい。はい、どっち、早く行けよ。早く行けよ、おい。ふんふんふん、これか。笛が反応してやがったのはどうやらここみたいだが、まさかこの地面を掘れってことか。ここから硬い岩盤を壊して地下の奥深くまで掘り進むなんざ無理だぜ。いくら俺たちが最強の荒くれでも。うごご、お、俺に任せろ。どんなに硬くてもどんなに深くても俺のゴルドンパンチなら一発だ。頑張ってゴルドン。うごごごごご。おお、もうゴールドマンやしね。いける。え、深っ、やば。おお、やるじゃないかゴルドン。これで先に進めるな。これどうやっていくん。ペロ助けるためなら俺何でもする。だからダイヤモンド絶対見つけてくれ。けどよ、大丈夫なのか。この穴ずいぶん深そうだぞ。それに下からすごい熱気を感じるぞ。あー、そっか、カゼラマント。はっはっは、大丈夫だ。俺たちにはカゼラマントがあるからな。穴に飛び込んですぐマントを開けばゆっくり降りていけるはずだ。行こうぜ、アイナ。なるほど、じゃあ頑張りますか。ここで何やってんの、あの人。ここ関係なくね。ああ、危険危険。はっ、ふー、危なかった。さあ、これでどんどんと下に。何あれ、なんか光るんやけど。ああ、危険危険。ああ、危険だって。ふう、危ねえ。くそ、大丈夫かいな。それにしても面白そうなところに出たな。これはマグマってやつか。どうやらこの熱はいろんなものを燃やしちまうらしい。風のマントもダメみたいだな。あ、なるほど、そういうこと。ダイヤモンドはきっとこの先だ。ひとまず置いてある仮に沿って進んでみようぜ。どうやってこれ上に戻るんやろうね。てか、この赤い部分は大丈夫なの？ん？明かりに沿って進む。あ、なるほど、これか。え、待って。え？へえ、なに？崩れ落ちるんだけど。え？いやー！やめてよ。え、これは？こういうこと？は、とりあえずちょっとどう進んでいっていいかがわからないけれど。大丈夫。ほっ。よいしょ。え、なに？え、なに？怖い怖い。なんか銃って言うんやけど。ほっ。あんまりぴょんぴょん飛ばん方がいいかな。え、なに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 ？なんか明かりがついたような気がする。え、次はあっち？いやー！危ないから。ちょ、待って。はっ。お、うわ、びっくりした。落ちたかと思った。え、危な。ん？怖い！いやー、ちょっと待って。押さないで。危ないでしょ。なんか広がった、広がった。ちょ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 、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てるって。なんか来てるって。やめて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 。ちょ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 、怖い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 。めっちゃ追いかけてくるんですけど。看板があるよ。あそこの岩には簡単には飛び移れなそうだ。どうすればいいな。足場を作るのも面倒だ。俺たちが渡るときだけでもマグマを冷やせればいいんだけどな。どういうこと？焦げついた看板に文字が書かれている。溶岩を越えたくば溶岩を冷やすべし。しかし溶岩は時とともにまた流れゆく。溶岩を冷やす？この水かな。よいしょ。あ、違う違う。え、てかこれ水入っとるよね。ということで、よいしょー、違う。はっ。違うんだ。ね。ほっ。冷やしていきましょう。進めるの、これ。はっ。
冷やして進んでいくのはいいんだけれども、この範囲冷やしたらとりあえずもう全部渡っていけるかな。びっくりした、元に戻る方が早いかと思った一瞬。よいしょよいしょよいしょ、これどれぐらい経ったら元に戻るんやろ。ちょっと怖いんやけど普通に。よっ、よいしょよいしょよいしょ、いけます。オッケー、これで、はっ、てかこれでさ水浸しにしていってさ、あの滝は死なんのかな。お、死なんのかーい。あ、空腹で倒れそうだ。え、てか思ったんやけどさ、これ別にさ、あ、さっきまで通り、あ、あっこに導きの玉がある。さっきまでと同じようにさ、これで行ったんでも全然よくない。いやー、あー、溶岩、溶岩、溶岩、え、溶岩の中普通に通れるん？マジで？そういう感じ？え、そういう感じ？海みたいにザバザバ行けてしまう感じですか？ここは、これで行った方が早くねっていうね。はーい、行きまーす。と、導きの玉へ。導きの玉を起動した。これでもうここまでは来れるようになったね。溶岩湖にワープできるようになった。次はあっち方面か。よーし、行こう。よいしょ。これで、はっ。行きまーす。で、ここで、やめてー、来ないでー、私を突き落とす気だね。え、待って、こいつ攻撃効かんやん、マジで。ちょっと、キモい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 。キモい、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 無理、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 無理。ちょっと待って。無理、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 追いかけてこないでー。あっち方面か。へい、へい、へい。痛い痛い痛い、うん、薬の葉っぱは薬の葉っぱ単体では使えんのかな。よし、ふう、邪魔邪魔。でこっち方面にやってきまして、あ、あれ導きの玉じゃない、あ、違う、全然違う。あ、導きの玉や、あっとったあっとった、ふう、よかった。はい、導きの玉起動。炎の聖堂にワープできるようになった。オッケー。え、誰？お、なんだこの建物は。ひょっとしてこれが前に誰かが言ってやがった聖堂ってやつか？いや、ちょっと待ってよ。目の前におるやつ見えんの君。普通に話し出したけど。それにしてもなんだか不思議な場所だ。懐かしいような、落ち着くような、妙な気分だぜ。気づいた、やっと。あいな、奥に魔物がいるぜ。知ってるよ。さあ、行きますか。どうも。ほう、まさか人間たちがこのようなところまで来るとは。そうか、そなた地上で物を作っている連中の仲間だな。あ、こいつら前飛んできたやつら？住人が愛し、何より輝いていたものは、メドーサボール様が石にしたはず。そなたたちまだ希望を捨てられるのか。よかろう。では我々がチキチキに絶望を与えてくれよう。やめてくださーい。生贄にはなりたくないでーす。へいへいへい。あ、あー、やめて。守備力が。わ、私の守備力が。ちょ、とりあえずなんか、魔法を使いそうな君。へいへい。これ外の溶岩に落とすことは。落としたところで関係ないんかな、もしかして。今のは普通に剣でやっつけただけ？何これ、下のやつ。あ、剥げた。下のやつなんか取れたよ、床。装飾品として使えるね。なんかさ、この、三人とも全員がさ、じゃ当たらないんですけど。全員がさ、何かしらこう、
解き放つ系やけんさ、何あれ、吹き飛ばされるやん。やば。くわ。派遣なんかどうもね、もう一体ずつやっつけた方が確実やと思うんです。うわ、怖いよー。よいしょ、キー。カーゴン様万歳。なあ、あいつ、これ倒れとる？あ、倒れとんや、これ。なるほどね。行くぜ。とりゃお、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いっけい。あとちょっと、あとちょっと。ほら、頑張ろ。頑張ろっていうか、もうやっつけてくれていいよ、ちょっと。あ、回転しそう、回転しそう。大丈夫。ドラゴンの肉と竜の鱗やって、やった。魔物の群れを倒した。おのれ口押しや。まさか我々が負けるとは。しかし面白い。ソナたちはどうやらこの世界とは別の。くくく。どうやらソナたには恐ろしくも素晴らしい運命があるようだ。運命に身を委ねよ。さすればソナたは救われる。グフ。大丈夫かシド。破壊の神よ。あ、またなんか変な声聞こえてきた。これは？私には聞こえてるの？ん？破壊神指導よ。どうした指導って顔してるね。ってことは聞こえてないってことか。この声はあの時の。あなたを崇める悪しき魔物たちを打ち倒したのですね。せっかく崇めてくれとったのに。まあ、でも悪しきなんやけどね。素晴らしい。破壊神の名にふさわしい働きです。なんか破壊してやるみたいなこと言おったよな、さっき。何度も言わせるな。俺は破壊神なんかじゃない。人も魔物も神ですら、運命からは逃れられません。人も魔物も。あなたが破壊の神であることも定められた運命。これ、呼びかけてきよるのは一体誰なんやろ。破壊の神よ。あなたは滅びゆく世界を救う希望なのです。滅ぼす方やろ？破壊の神なら。まったく何なんだこの声は。へ？って感じだね。大丈夫だ、アイナ。心配するな。よし、早くダイヤモンドを見つけて、あいつらのところに戻るぞ。この辺りで一度、やまびこの笛を吹いてみろよ。反応がある岩の壁を掘ってみろよな。あ、違う違う。やまびこの笛。やまびこの笛がないぞ、ここに。よし。しょ。なんか周りの石像動き出しそうで怖いんやけど。ここ？あっち側、もっとあっちや。やまびこ遠くから聞こえるらしいけど、どこ？下？なんかあの石像も、正面の石像も動き出しそうやな。ちょ、もう一回。ん？こっちの方向やな。ここ？これ破壊、あ、近くになった。近くになったよ。それちょっと破壊するね。よし、行くぜい。破壊。でもないんですけど。さらにこの向こう。壊せない。壊せないんですけど。マジで？そういう感じ？上がれないし。でも普通にやったら壊せるな。どういうことや。どこにあるんやろ。全然出てこんねえけど。制度めちゃめちゃにしよるけど大丈夫なんかな。もしかしてなんかあそこじゃなくってこっち側とかじゃない？もう一回拭いてみよう。さあ、どの辺だ？近いんよね。何？どこ？あっち？近くから聞こえるのは分かったんやけど。どこ？このマグマの中？これってことは水？
水をかけんといかんのかな。ちょっと待ってね。とりあえず乾きの壺で、は、冷やしてみる。さあどう？これで。でも冷やしてみるって言ってもなかなか冷えないんだけど。ああこれもうあれじゃない？危険危険。え？いけんくない？てか中身水なくなったってことかこれ。いや水あるよ。何？どこ？どこなの？なくない？ダイヤモンド。いい！危ない！ん？ちょ待ってね。よいしょ。ちょっとあっこまで行ってみようか。ほほ、この柱の中な気がする。柱？これ柱なの？あ、違う、こっち側に空間が広がっとんか。これそういうことぽいね。ほらほらほら、そうや。で見えないから。で、どれ？この辺のは違うってこと？どこや？ここ、この中。よし。破壊だ。どう？にんないぞ。ないな。あれ硬い。あ、なんか、あ、あった。ちょ待って、これやろ。これ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 や、絶対。違う違う違う、そんなもので破壊できるかよ。ほら、これや。来たー、ダイヤモンドを手に入れた。何個いるって言った？ 15？ おお、そのキラキラしたのがダイヤモンドか。ようやく見つけたな。その石、強い力を感じるぜ。ひょっとしたら特別な武器も作れるかもしれないな。ダイヤモンドは10個持ってこいって言ったらぜ。ハンマーでたくさん取っておけよな。ダイヤモンドで作る武器とか絶対最強やん。ダイヤモンドってあれやろ、世界で一番硬い鉱石よね。鉱石というか物質というか、なんかそんな感じじゃなかった？ギャーあぶねあぶね。現実やったらもうあそこでジュってなって終わりやったね。危ない危ない。はい、ダイヤモンド一個一個出るたびにめっちゃキラ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 ーと音がする。導きの玉周辺みたいな感じ。ちょっといいぞ。あと5個、半分や半分。休みよる場合じゃないよ。休みよったら、せっかくつけた日々が消えてしまうでしょうよ。よしよし。あと3つ。ん？あと1個どこにあるかな？一応ここに2つはあるけど。休むな休むな。お腹が空いたのは分かったよ。でも現実に人間はお腹が空いたってそこまで立ち止まらないでしょ。あ、あっこに1個あるやん。ふぅ。ほっ。オッケーオッケー、これで最後の1個ですね。イェーイ !10 個ゲット。お、なんかひらめいたよ。三鏡のコテ。輝く金属を加工し宝石を埋め込んだコテ。へえ、硬そう。
その嬉しそうな顔、言ってみれよ。何をひらめいたんだ？ほう、ゴルドンに装備させる御鏡のことをひらめいたのか。ゴルドンに装備させるん。それがあれば、メドーサボールの石化攻撃も防げるわけだ。えらいぞ、エイナ。ダイヤモンドも十分集まった。早くあいつらのところに戻ろうぜ。帰ろ、お腹空いたし。え、こんなところまで来とんや。オアシスのところやん。はい、じゃあ帰ります。オアシスの地下なんやね。へぇー。思った以上に動いとってびっくりした。さあ、取ってきたよ。取ってきたよ、早く早く。こっちこっち。あ、来た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 。へい。はぁ、アイナさん。ダイヤモンドを見つけてきてくれたんですね。キャー、ジュエルに来た。すごいわ、すごいわ、アイナ。私が探し求めてたお宝を見つけてきちゃうなんて。その輝き、この香り。ああ、なんて素晴らしい宝石なのかしら。香りがするの。そのダイヤモンドはゴルドン酒場の最後の仕上げに使うんでしたよね。では我々が最後の設計図を完成させてしまいます。それまで少しお待ちください。まだ完成してないの？そろそろしたんじゃないの？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ということで、まあ、次回、てか今回出来上がったっぽい件、また次回はちゃんと完成形が見えるということかな。